佐藤瞳は、北海道函館市出身の日本の女子卓球選手。ミキュハウス所属。ITTF 世界ランキング最高位は9位。団9位は5段。函館市の生まれ。小学2年で、地元の南茅部卓球少年団で卓球を始めて、3年で全道大会優勝。2012年地元の函館市立大さ部中学校3年の時に、 全国中学校卓球大会で優勝。札幌親高等学校進学後は1983年世界選手権、東京大会女子団体準優勝の立役者となったカットマン、斉藤富子の指導を受け1年でインターハイ準優勝など実績を積み、2013年から積極的に ITTF ワールドツアーに転戦。2014年6月の韓国オープンでは、 U-21 部門でシングル初優勝。11月のスウェーデンオープンでも優勝を果たし、世界ジュニア卓球選手権団体準優勝。この年、ワールドツアー U-21 部門のポイントランク1位になる。2015年、平成26年全日本卓球選手権ではベスト8に進出。2016年、高校卒業後、ミキハウスに入社。 5月のクロアチアオープンでは、ランキングの格上の福原愛、伊藤美馬を破り、決勝では平野美宇を破り、ツアー初優勝。2016年の ITTAF ワールドツアーグランドファイナルでは、シングルス、ダブルスで出場した。平成28年度全日本卓球選手権では、自身初のベスト4に入る。2017年1月、5月開催の、 第54回世界卓球選手権個人戦に推薦枠で代表に初選出。3月のチャレンジシリーズのベラルーシ、4月のタイオープンと2大会連続で優勝。アジア選手権では団体、女シングルス、ダブルスに出場。団体には出場に恵まれず、シングルスでも初戦敗退と結果は振るわなかったがダブルスでは、橋本穂香とのペアで銅メダルを獲得。 2017年アジア選手権、ダブルス2017年アジア選手権ダブルスの表彰式またチャレンジシリーズスロベニアオープンで優勝。第54回世界卓球選手権個人戦では1回戦、2回戦と順調に勝ち進んだが3回戦でエリザベタ・サマラにフルゲームで敗れた。2017年の ITTAF ワールドツアーグランドファイナルではシングルス、ダブルスで出場した。 2018年の ITTAF ワールドツアーグランドファイナルではシングルス、ダブルスで出場した。2019年4月の第55回世界卓球選手権個人戦にはシングルスとダブルスに出場4回戦でオーマン・アキラに接戦の末2から4で敗退。橋本・ホノカペアで出場したダブルスでは準決勝で同種打ちとなった伊藤美馬。 早田ひなペアに2から4で破れたものなどメダルを獲得。同年6月の香港オープンでは世界選手権の出場経験のある規子、地元北海道開催のジャパンオープンではオリンピックの金メダリストの定年を破った。2019年の ITTAF ワールドツアーグランドファイナルではシングルス、ダブルスで出場した。2017年のカタールオープンの決勝トーナメントの リー戦では1ラリーで10分13秒766回ラリーが続いた。国際卓球連盟は卓球史上最長のラリーになるはずですと動画付きで紹介した。2020年のオマーンオープンの決勝の加藤未優戦では試合時間は1時間38分にも及び最長、試合を樹立した。カット主戦型女子シングルス女子ダブルス女子団体。 ありがとうございます。